はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、ね、いや今日はどうなるかね。俺長くやりすぎちゃったね。なんかまあね、そう人がねやっぱね何人あどれくらいかなと考えてやってるんですけどですね、まあ、全然関係ないですけどね、なぜ今日この T シャツ着てきたかというとですね、昨日僕羽村の現場にいたんですよ。羽村市ブスさんの隣ね、あのお昼12時ぐらいになんかあのヘリの音がするんだけど、まあ普通のヘリよりちっちゃい音なんですよ。でわーって、あ、まさかオスプレイかなと思ってみたら、あの、うん、プロペラが2つついてて、オスプレイマジ、うん、で、それでツイッター見たら、その時間に厚木から横田基地に2台飛んでたらしいですよ。うん、すごいもう低いところ飛んでますからね。いやー激落ちね、え落ちちゃったらって、日本じゃ危ないよね、なんかオスプレイ、まあ、ちょっとね、思いました、うんうん、あと、あ、なんか30分で終わりといて、ちょっとね、あの一個だけちょっとね、あのポケトリーしたいのがあるんですけど、いいですかね。よろしいですか。あのね、あのニール・ヤングさん、ニール・ヤングさんの新譜がありまして、モンサントイヤーズというモンサントに対するあのかなりあのかなりストレートなアルバムなんですけど、いいアルバムなんですよ。でその中でね、あのいい詩があった、いい詩ってまあ全部いいんですけど、なんかちょっとね、あの読んでみようかなと思うんですけど、よろしいでしょうか。はい、あ、ちょっと待ってね、読みづらいな、こっちで読もう。はい、ビッグボックスという歌です。略奪会社が金に困って法律を破らざるを得ず、辻褄を合わせざるを得ず、世の中の利益に反してビジネス上の決定を下した、罰金を払うために法を犯すというわけだ。巨大すぎて潰れるわけにはいかず、金持ちすぎて投獄もされず、奴らはそれで通るのになぜ俺たちはダメなんだ。詰めれば奴らもお前や俺と同じなのに、奴らも票を投じ誰も騒がず、なぜなら奴らはシチズンズユナイテッドだから。首都の街並みが企業が充実っている、民主主義が握りつぶされ、奴らに踏みにじられて、金なら空からいくらでも注がれる。寄り添ってくる人たちには何らかの形で何とかして、いずれ俺たちが優位に立つだろう。けれども今はどうしたら自由を取り戻せるだろう。迷い自らの法に縛られざるを得ず、いつ俺たちは取り戻せるだろう。生き方を、そして死に方を選ぶ自由を。大通りはもう空っぽだ。街中が寝静まっている。小さな店には板が打ち付けられている。ささやかな商売が退いた後、ショーウィンドウ、割れたガラス、車一台いない道、大型スーパーでは欲張って皆が行列だ。ウォルマートでパートで働いている人たちは必ずしもその恩恵を受けない。ウォルマートの正社員にもなれないかもしれない。待ち続けている。電話で仕事に呼び出されるのを。企業には感情がある。企業には魂がある。だから人間と似ているんだ。ただ手綱を握るのはより難しい。失敗したくないから、失敗するときは人を踏みつけにする。巨大すぎて潰れるわけにはいかず、金持ちすぎて投獄もされず、首都から板張りの商店街に至るまで隅々に感じられる企業の気配。口にする食べ物から、着る服から、テレビ画面に至るまで、呼吸する空気から燃やす燃料に至るまで、てかし、あの詩だったんですけどね、まあストレートですね、うん、あとね、そう、まあ、こんなストレートな話ですよ、なかなかね、全部そういう、そう、モンさんとに、うん、もうストレート、ストレートストレートですよ、だって、ね、ちゃね、そういうジャケットにもそういう絵が描かれてるし、うん、で結構ね良かったんですよ。それがまた音がね
あのウィリー・ネルソンの息子2人のバンドとやってて、若いクレイジーホースみたいな感じでね、結構ね、かっ、あ、よかったですね。うん、ね。ね。はい。まあ、そんなわけでです。そういうものとね、あの、今ね、あの、そういう、日本もそういうのがリアルになってきました。ね。なんかね、そういうのともね、戦わないとね。はい。もうそんなわけですね。次回がですね、9月の17日ですね。の木曜日ですね。またやります。次回89回ですね。まもなく10月まで行ったらこれ90回になりますからね、大丈夫なんだよね、まだね。それはね、ありますけどね、ちょっと大丈夫そうな感じですね、今のところね。まあそんなわけで、まあ、今年いっぱい、今年は紅白はやりたいですね。大丈夫にしなきゃしなきゃね、やっぱね、こうね、やりましょうよ。まあそんなわけで、そんなわけでね、今日は大阪からの人もちらっとね、見てくれて、なんか結構長い時間見てたよね。そう、ツイッターで見て来てくれたらしいんだけど、そう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 、ずっとなんかこれをやってるのは知ってるらしくて、まあそんな感じで、またじゃあ、ぜひぜひ来てください。そんなわけで、第88回アフター311霞ヶ関の中心で愛を叫ぶトーキングワールドウォー3ブルーススペシャル27、はい、じゃあ次回またよろしくお願いします。バイビー。